メタギルスですね。これはもうハートバーン除去装置ということで、まあ上2点で伸ばせれば回答になると。あの4投で上2点 19.2% なんだけど、2投なのでハトバ咎めるの確か 9% かっツイッターでもあの話題で、これを入れてないやつはバカということで、2枚ぐらいがちょうどいいというふうにツイッターで流れてきたんで2枚だけ入ってます。まあまずメタギルスの関門を超えた後にイージスブーストの関門も超える必要があるとね。ただ外務層が絡むとこいつすら関係なくなるから、外務層絡んだりモルキン絡むと連動が出始めるっていう、うん、なんか罰ゲームないのか。アマゾンのオリパそう、あーなんかやばいと噂の、アマゾンのオリパにしよう。あの責任持って開封動画撮る。はいはいはい、オッケー、これでいこう。おうちで懐かしいですができる時代頼む。あーかす、何がパトロールアリーナサード優勝じゃ。ハンドはゴミかす、かすだ、クズだ、かす、あっ、いや来い、メンデルスゾーン、メンデルスゾーン、バカ、いやマジでクソだな、ゴミのゲームだマジで。はぁ、次のターン上火の粉で次ギフトだ、よし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 、カスだマジ、ここブースト引かないと話にならん、ありえないだろ。いや次上ギフトで勝てるけど、初陣からよ、クソだな本当に。もう何悩んでんの、何考えてんの。えトア、あそこ8番だ、トアもある、トアの可能性もある。いや、トアでもいい。トア、外務層、有給、待って、リスト、今、リスト見る。流星。トア、オッケー。トアはいけるよ。ハンド強いよ。はい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 。外用バーンとバトライバーつけて、バトライバー流回して、外用バーンハンドに帰ってくれば、もう一回トア来ても叩けるはず。これできるよな。外用、バトライバーつける。で、バトライ角出るよな、これで。来た！よし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 。で、バト、で、これで外用バーンハンドに帰るだろ？いや、いける。勝てる。完璧だ！バトライ角作った。で、外務層、場にいる。いける。オッケー。いける。ある。核残る。よっしゃ！ジャックポか？これ反動。え？待って。外務層、核残るぞ。このプレイ大事。めちゃくちゃいいプレイした、今。核が残るぞ、これやると。いや。よし！勝った！シャオラー！けどさ、外務層キング、はい、あれ実用的じゃない？外用版バトライバーされて、あーなるほどと思いました。なるほどだよなあれ。そう、バトライ角作れんのかと思って。そう、いやそう、バトライバーはバトライ角になるから、このプレイはあるな、普通に。他の対面でも。同説1600人ありがとうございます。勝ち戦来た、いけ。いや、倒す。バトルアリーナサード優勝さん、ボコボコにする。最強だ、神だ、二部頼む、勝ちだ、二部で来い、あー許容、メンデル、よし、イージスブースト一枚見えた。次に何引いても火の粉埋めると思ってたんで火の粉埋めました。火の粉です。よし、お互い引きのレベルは同じ。あ、ここで、いやー、ジャックポないのがキモい。ギフトでもいい、ジャックポでもいい、来い、あーそっちか、ここは埋め、怖すぎる、マジ、いや6枚はやばい、トアの方がいいかな、外務層やばい、一番やばい、それが一番やばい、やばすぎる外務層は、わあ、いやいや、上2点、鳥が入ってる、上2点でいけ、上2点、オッケー、上2点、イージスブースト、メッタギルス、上2点なら勝てる、来い、シャオラー、いや、まだある、まだイージスブースト2本がある、フラット、嘘つけー、何が入れないやつはバカじゃん、ボケー、カッス、イージスブーストはカッス、外務層やな、だから言ってんだろ、意味ないって、意味ないって言ってんだろ、マジで初手からずっとあって、これいつ、うん、まだ2億年と思いながら持ってましたもん、マジでカッス、カッスすぎる、カスすぎる本当に。そんな議論もう7、8年前に終わってる。入るわけない、上2点なんて 19% やっちゃうの、電卓叩けよ、外務層マジで強すぎる、外務層いかれてんなマジで、こいつやばい本当に、不法研究権何考えてんだこれ、先行、いやーやばい、先行は不利か、とはイージスカスだ、ゴミカスだ、縦なら最強じゃん、やばい、マナが弱すぎる、ふざけんなよ、メンデルはバカ、はぁ、そうしたらパス、次のターンブースト引くしかないな。おい、イージスブースト止めた、弱すぎる、あー弱い、終わってる、あー弱魔だ、何本 ?5 本リューマナブス、あ、けどモルネクスカルよこれ、
え、何やってんの。モルデック使ったぞ相手。デスライガーじゃねえかお前ただの。混沌の獅子デスライガーじゃねえかお前これただの。イージスブースト弱すぎて。イージスブースト弱すぎて。デスライガーなんだけどこいつ。いやいいよもう俺ジャックポしかないからもう勝ち筋。いやこれアタッカーとして強いんだよなこいつ。そう。ああ。イージスブースト入れたの誰だ。なんなんイージスブースト。いや俺もイージスブーストこれ途中でやめたらマナブストも無理だけどなと思いながら。デスライガー出てきたぜデスライガー。そう。マジでデスライガー出てきた。だから棒立ちのモルトレックスと立ってもうカスだな本当にと思いながらやってましたもん。悲しすぎる。いや俺イージスで勝たないともうやってられイージスで勝つ次はもう確実に。イージスブーストいいところにしてくれよ。先行だ。後手有利だからやめて。好きなハンド。しかもメンデル光ってる。こいつ二分するぞ。光ってるもん。イージスブースト弱すぎる。お、いやいらん。最高の手札だ。二分するこれは。ふざけんなよマジで。本当にくだらない。ガチでくだらない。全部イージスブーストが悪い。全部イージスブーストが悪い。全部イージスブーストが悪い。え、外した。火の粉外した相手。ここでジャックポかわして流派の天気しかないです。ジャックポかわして流派のライフ弱くね。あ、キノコヒノコか。堅実に来たのか。さすがにあるよね。いや、けど、これこそイージスブーストの出番じゃないの。これこそイージスブーストでワンチャンあんじゃないの。お前、やれるのか。ここのネクハトバー、イージスブーストで受かるぞ。ここしかないぞ。ここが最後だ。お前が入ってる理由が、正当化されるとしたら。トア？トア来た。トア来た。まあ、ここはもう概要を立てるしかないですわ。いや、ジャックポでトア出しても結局キングへの回答になってないから、むしろ状況悪くなるから、概要バーンとバトライバーで負け確になるんで、結局今割り切ってのキングだから、キング割り切るんだったらもうこれでいい。キングがない想定でしか俺の勝ち筋はないから、キングなかったら、普通に相手がネク単体短期とかだったら、普通にイージスで負ける可能性もあるから、これで行くしかない。トアとか出されても、まあまあ、モルネク盤面にいれば、ジャックポットでモルトネクストでハートバーンめくれば2点3点ダイレクトまであるから、他の勝ち筋は追ってる。ここはキングがダメ。悠久に関してはジャックポテントリーでネクストからハートバーン出せば2点3点ダイレクトあるからまだ参える。え、勝った。え、めったギルスでいいの。やった。オッケーオッケー。いやもう行く。もうこれはライフってからジャックポで。いや、よしよしよし、1枚ずらしてジャックポット。よへー。上ジャックポの受け入れ潰すわ。ここはいや殴れない。これはエンドや。トップ腐ってくれ。でジャックポットの受け入れだけ潰す。しょうがない。いや別に今のライフは打つ、絶対打つもん。いやいやいや、よっ、ガイムソ、え、あ、アタッカーか。よっしゃ、よし、イージスブーストは有給でバイバイ。お前はおかえりゴーホーム。有給でダイレクトアタック。あましょう。だイージスブースト今んとこあれですよね、トリガーがドラマを何にも起こしてないからゴミ。マジで意味ない。マジで意味ない。楽しいわこれ。友達とやってね、みんないいリスト組んだよこれ。天啓まだ絡んでないんだよな。メンデルゼロブしても勝ったわ。青い、でもサクッと勝ちで。だるい毎回。モルディクライフミツルギモルドモルド。おお、でここで上でまあメンデルとか引くとキルターンが早まると。メンデルやばい、トリガーで受かりますと。メンデルスゾーン打たれたらしょうがない。俺が走られる番だ。あー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 。いやけどさ、上2点であるんだよ。そうそう、上2点。イージスブースト今しかない。お前は何のために入ってるんだ。イージスブースト頼む。イージスブーストバー。まあまあまあ、いいですよ、いいですよ。はい、うわ後手来たけど、これさ後手強いよね。かなり相当いい。これは光ってないメンデルだからかなり期待できますよ。さっきのあの光ってるメンデルはマジで今すぐ破り捨てた方がいい。本当に終わってるあれは。バカ頼む。いやイージスブーストもういらない、いらない、いらないよ。イージスブーストいらないよ。ああ強い。え、これゼロブーストするやつやん。あ、1ブーストした。はぁ、え、次モルデック出ないんだけど。しんも、イージスブーストのせいでマナブスト達成しない。イージスブーストのせいで。え、嘘でしょ。え
これ有給だったら勝ちじゃん次。変動。これじゃあトアしかトアめくるしかないっす。トアめくるしかないです。これ有給めてジャックポットでトアめくります。で次のターンモルトネックス走ります。これでいきます。でめくれる枚数は、5枚です。トアでいいです。勝ってんじゃんモルネクなら。これ走られて負けんの。これで走られて負けんの。これで走られて負けんの。ネクストめくってんのに、ネクスト持ってんのに。そうネクストあるよな、あるよな。え、あそういうプレイ。バトライ。ああ、いやバトライはねけどこれね先に有給でしばかれるんじゃないか。それは甘えてるよ。はあ、イージスブーストのせいで走れない。なんで入っもう、いやもう頼むって。いやけどここイージスブースト、いい上2点のイージスブースト。いやこれはめったギルスでもいける。弱すぎる全てにおいて。いやもう泣きそうなんだけど。ね、何も別にミスとかじゃなくて、なんか単純に単純にイージスブーストで。マジで弱いな。もう負けんの俺。じゃあこっからラストになるかもしれない。ラストになる。イージスブーストに勝つ、はい。いるんだよなこういう人たまに。あ先行オッケーオッケー。絶対で勝つ。これもう普通に勝つ。三つ剣イージスブースト。イージス引いた。弱すぎる。本当に弱い。学ぶ層が。あー引いてる。だからこれがもうこれでさライフでさ自然単色とか落ちた日にはマジイージス一生恨むからな。あーしよしよしよし、まあまあじゃあいいよ。はあ、あーいい一部ならまあまあライフ弱落ち、まあ弱落ちはまだ強い強い強い一本。あーもうマジかよ。いやーギフトも打てないしもこれ。やけどさ結局ここのネクストハードバーもさイージスブーストで勝てるんだよ俺。頼むぞこれ最後ぐらい、最後だけ頼む。もう今だ今だけでいい。ここなイージスブーストでジャックポットで勝ちだもんな。頼む。もう今まで散々足引っ張ってきたお前、最後けどここのハードバーに合わせればもう全部許す。キノコ分かった。いやギフト埋めじゃないよ。ここはマナに1枚でも多くドラゴン埋めた状態でジャックポット打つしかないから。うんオッケー。でこれも埋めてジャックポットです。でモルトネクストめくります。はい7本あるからモルトネクストめくれます。はあ、はい、ネクだ今だなあ。イージスブーストお前今だぞ、本当に今だぞ。イージス今しかないぞ、今だな、今だぞ。イージスブーストお前今しかない。きたー、めったキラスが、待って反応が弱い、反応が弱い、めったキラス、さて、19.2%、19.2%、19.2%、はあ、熱い、熱すぎる、トップで、はあ、キノコ4枚入れるやつバカ、キノコ4枚入れるやつはバカです。はい。ふざけやがって。ふざけんなよ、マジで。クソが、イージスマナにあるよね。対、はい、ゼロ、もうイージスない。ネクスト、これ SA1 体でネクスト歩いて負けやん。これリーサルないよ。イージスブーストまだある、まだある、イージスブーストだ。よっしゃやったネクストいった、やった相手イージスブーストだ。まだまだ参るぞ。あイージスブーストが来た、弱すぎる。よしよしよしイージスブーストが来た、やった相手のトップはイージスブーストに腐った。よっしゃ俺がここでモルトキングやらないやの引きもかかるぞ。あるイージスブースト引いたぞ相手、引けトップで。いやこれまだけどソースターのトップ弱ければ俺勝てる、まだ勝てる。いやここだ、ここだ、カスすぎ、カスだな本当に。ありえないマジで。ジャックボットから三つ剣出すことあんのかと思いましたもん。弱すぎるマジで。あれマジで三つ剣しかなかったんですか。マジで三つ剣しかない、光ってんのが三つ剣しかない。アマゾリパスよ、コミックスだマジこのゲーム。いやマジでオリパーからマジでいいです出てほしい本当に。